投げたい実況を受け取る中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。この動画に対しての質問は下のコメント欄からお願いします。武田塾チャンネル。騙されるなよ、中森先生は立教大学だぞ。僕騙してないですよね。立教大学って明言してるんで、まあね、よく言われますね。これコメント欄でも結構書かれてますけど、立教大学のくせに東大のこと語るなとか、立教大学のくせに立教のこと語るなとか、いろいろ言われてはいるんで、まあそこに関してはね、そういうふうに、まあ言われちゃうのは、まあしょうがない部分はあるかなと思うので、まあそれで信用できないって思う方は全然信用しないで構わないんで、もうそれは本当に、もうね、まあ、中森ごときを信用するよりも、東大生信用した方がいいやとか、もっと信用できる人、信用したい人がいいやと思うなら、まあ、それは全然それでいいんじゃないかなと。まあ、結局、その、僕を信用できない人間が僕のやり方やっても絶対成功しないと思うんで、それはもう、まあ、ちゃんと言っときますけど、別に僕が唯一の正解だと僕自身思ってないので、そこは全然、まあ、信用できないなら信用できないの問題ないからの。ただ、騙してはいないです。僕、最初から立教ってことはちゃんと言ってるんでね。まあ、そこは、誤解のないように言っておきますね。で、まあ、実際ね、まあ、立教ごときというのも、ちょっと立教に失礼なあれですけど、まあ、中森ごときがですね、ということも思われるかもしれませんが、実際、武大塾ね、全国にいっぱいあって、やっぱ今、合格実績もね、まあ、私が作った、そしていろんな人と、まあね、話し合って、改良したカリキュラムで実際受かっている人いるので、まあ、そこをね、もし信用してもらえるのであれば、まあ、やってくれれば、ちゃんと成績上がると思うのでね、ぜひぜひそこは信じてもらえればなっていうふうに思います。まあ、もう信用できないっていう方であれば、まあ、それはしょうがないんで、ぜひ自分が信用できる方でやってもらえればいいかなっていうふうに思います。まあ、自分自身が受かるのが一番だと思うので、ね、疑うことやるより信用できることやった方がいいと思うんで、そこは全然僕以外の人間を信用して問題ないと思うんで、はい。マーチ落ちで春から浪人になっちゃいましたが、まずマーチルートを再びやり直すべきですか？そうですね、今までやった参考書のやり直しから始めた方がいいと思います。まあ、基礎の段階でもやっぱり時間があるのであれば、やっぱり基礎をちゃんと固め直すところから、本当にもう100点とかちゃんと取れるのかみたいなことをやっぱしっかりですね、見直していくといいんじゃないかなと思いますね。高校で部活に入らず難関大に向けて受験勉強をして受かったらすごいいい経験ですよね。部活得るものや部活の時間の価値も大きいと思いますが、そうですね、それは全然なんていうか、ね、夢に向かって頑張るっていうのは別に部活だろうが勉強だろうが、あるいはそのアルバイトだろうが、まあ何でも別に素晴らしいことなんじゃないかなと思いますけどね。この辺は優劣というよりは本人のね、優先順位っていう部分かなとは思いますので、まあ何やろうが一生懸命やってその結果を得るってことは素晴らしいことなんじゃないかなっていうふうに思います。考えればわかるようなことを質問してるやつほんまなんなん？まあね、これは結構ね、皆さん思うこともあるかもしれないですけど、そういうことってね、聞きづらいんですよ、結局。その、じゃあ明確な答え持ってんのか、正確に答えられんのかっていうことが、考えればわかるかもしれないけど、それが、実際その、本当に自分が考えてること合ってんのかなとかって気になったりするって絶対あると思うんですよね。だから、まあ、それを聞ける環境っていうのはいい環境なのかなって僕自身は思ってるので、全然聞いてもらって構わないですね。まあね、そんなの考えればわかるじゃんって、本当にじゃあ答え言ってみてよって言われて答えられない人結構いると思うんですよ、簡単なことって。だからそれってやっぱ考えてみることってすごい大事だと思うし、でそれでもし答えが出なかったらね、いろんな人の意見聞いてみるっていうのもありだと思うんで、まあね、こんなこと質問したら怒られるんじゃないかなとか思うかもしれないですけど、全然そんなことないんでね、簡単なことでもどんどん聞いてくれればと思います。新高3国公立医学部志望です。山形大などのように二次試験で国語がある場合、武田の参考書のルートでいったらどの程度までやらなければいけませんか？ちなみに今通っている武田塾の先生はおそらく東大レベルまでと言われました。まあそのやっといた方がいい参考書という意味ではやっぱり得点ダッシュなんですよね。あれがちゃんとやり込んで、まあ二次試験の過去問とかをしっかりね、まあ山形大中心に、まあ、いわゆる地方国公立レベル余裕があれば、まあ、宮廷とかの国語、そのあたりをやっておくって感じですかね。基本的には記述のルールをちゃんと理解して、で実際に書く練習をして、そしてリライト、書き直しっていうのをちゃんとやって、回答の質を向上させるってことを、まあ、やっておくのが大事かなっていうふうに思います。だから、東大レベルまでっていうか、得点ダッシュをやる必要があるって感じですね。で、そこまでに必要な参考書をやっていくっていう感じです。しっかり頑張っててください。といった感じですかね。今回は以上です。武田塾お茶の水本校のここがすごい、校舎長がすごい、
校社長は大学受験のプロフェッショナル。講師陣がすごい。東大医学部総計という最難関大学の講師が指導。合格実績がすごい。偏差値30代 E 判定から東大京大医学部総計への逆転合格者続出中。自習室がすごい。都内最大級を誇る自習スペースを完備。受験相談がすごい。無料受験相談で大学学部別の個別カリキュラムをプレゼント。武田塾お茶の水本校の一日はこちら。